島に対しては阿部亮をかわしてズレができて、グラント・ジェネット、パスだ竹内、ふわっと浮かせて柔らかく決めてきました。最初のポイントは竹内康介です。遠藤ニュービルとボールが渡ります。阿部亮が今度はニュービルについています。グラント・ジェネット、ワイドオープンでスリーポイント、わずかに嫌われたと思いましたが入りました。渡辺翔太を経由して阿部亮です。ここでピックアンドロール中に入っていく阿部ちゃん、ステップはどうだ、宇都宮ボールに変わります。遠藤祐介、比江島誠のワイドオープンスリー、当たりたいですね。はい、はい、若さを生かしたオフェンスディフェンスができるか仙台。比江島が、比江島ステップで決め切りました。ジェレットからニュービル、ニュービルのステップバックのスリーポイント、フォトゥのスクリーン、イカルガからギャビン・エドワーズのスリーポイント、ギャビン・エドワーズ復帰後初の得点ということになりました。ジャンパー、ギャビン・エドワーズがリバウンド回収してフックできました。でも少しこの流れを止めきれていない状況ですね。そうですね、まあ、一つタイムアウトを取らざるを得ない状況でしたね。はい、フォトゥに入れた、キックアウトしてジェネットのトップからのスリーポイント、第1クォーターは宇都宮ブレックスが流れを引き寄せたクォーターになりました。グラント・ジェレットは1クォーターで2本のスリーポイントシュートを決めています。時間を使いながらの仙台のポゼッションになりそうです。渡辺龍のペイントアタック、ルーズボール、宇都宮回収、イカルガに出す、渡辺翔太、超ディフェンサーネイサン・ブース、上がってきた遠藤のスリーポイント、いい角度で沈まりました。2ポゼッションリード宇都宮、グラント・ジェレットにマーフィーがつく、ジェレット決めてきています。通りませんでした、宇都宮ボール、比江島、比江島、ニュービル、スリー抜いた、ニュービルから高島です、高島、比江島、比江島、前は空いている、決めました。そしてここでセレブレーション、やはり比江島選手、前空いていると確実に決めてくる印象ありますね。そうですね、阿部亮がつきます、ニュービル、ニュービルがパスショット、ファウルもらってエンドワンです。阿部亮のファウルとなりましたが、この体勢からニュービル決めてきました。阿部さん、そうですね、このグイってこの行くときにやっぱりちょっとスピードが加速してます。ニュービルにボールが渡ります。ニュービル対阿部亮、竹内スリーポイント入った。第2クォーター残り1分を切っています。 DJ ニュービル、小刻みなステップバック、今のもうまさが出ましたね。阿部亮が飛ばします。片岡、前は阿部亮、ここでスイッチします。ネサンブースですが、 DJ ニュービルがスリーポイント、リバウンド比江島取って自ら沈めています。バウンパス、比江島対阿部、代表同士、比江島、阿部のコンテストものともせずスリー決めてくる。ここも高い位置、サーブがついています。比江島が抜け、ホトゥに入れる、ナイスパスですね、仙台のオフェンスは、これは技ありですよね、これ比江島選手ね、はい、バックコートからオフェンスを完成させて、はい、そしてフォーテーエンドワンです。この辺
持ち味ですよね、はい、ジャンプしながら、やっぱりそのだいぶ厚みが出る感じしますよね、ルーズボール高島が取って、高島の一人旅です。第3クォーターの序盤は仙台が少しずつ差は詰めていきました。しかしここでまた宇都宮のランが続いています。今のところの1対1で相手のエースに対してどれだけのディフェンスができるかというところもありますし、そして小川ショットクロックギリギリで決めてきました。リバウンドネイサン・プラス、ここで奪うジェネット、比江島、竹内の7点得点。この日本代表でも長くプレーをしていた比江島のブザービーター。グラント・ジェネット、小川バウンスパス、グラント・ジェネットに合わせてジェネットが第4クォーター最初の得点です。タイムアウト71対46、フェイクを入れるような形になってゲルンにボールを託します。寄りが速い渡辺翔太、ブロックだ、竹内の手にかかっていた、ここでショットクロックバイオレーション。ニュービル渡辺翔太、エドワーズのスリーです。今日復帰戦となりましたキャビン・エドワーズ。小林、ブース、ブース、小林、飛ばす、フォトゥ、竹内とボール、片岡の寄り、渡辺のスリー、見た、ヒロノブにボールを渡してスクリーン、フォトゥもスリー、トップから最後までこの攻撃の手を緩めません。両チームとも週末にゲームがあります。フォトゥに合わせました、フォトゥが決めた、なってきました、ここでスリーポイントを射抜きました、村岸です。